はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ピアノ屋 .com ではオリジナルなね、そういうピアノもすごく力を入れておりまして、最近の傾向に合わせまして、こういうおしゃれなね、モールを貼り付けることを始めたんですね。これがまたすごい今人気出ておりましてですね、普通ののっぺりとしたこの上前板というところですね、ここにこれはウォルナットという茶色ですね、茶色でこういうものを貼り付けましたけど、めちゃくちゃ素敵に生まれ変わりましたね。ちょっとざーっと見てくださいね。こんな感じですね。はい、特にここの部分私気に入ってるんですけどね、こういうデザイン作りましたね。ちょっと鏡みたいにあの周りのごちゃごちゃ映ってますからね、分かりにくいかもしれませんけど、まあ、これは W202 といって、まあ、中古でもめったにね出回ってないヤマハのまあ手工芸品というかね、超高級ピアノですけどもね、これもこんな風にね、だからもう世界で1台のオリジナルピアノ、このデザインに関してはね、になったわけですね。あとここにあのマホガニーというね、あの赤いタイプ、ワインレッドのタイプもございます。もうデザインは一緒ですよ。そしてここにヤマハの U31 という黒いものもありますね。黒くて、これ黒が結構またねいいんですよね。すごい、との普通の黒いピアノですけど、これをやることでもうガラッとイメージが変わります。このようにですね、加工の方を始めましたので、今お持ちのピアノに取り付けることもできますし、まあ、うちで買っていただいてモールつけてっておっしゃっていただいたら取り付けをします。まあ、工事の方に2週間ぐらいいただきますけどね、取り付けのね作業の方で、まあ、このようなサービスしておりますので、ぜひご希望の方はお知らせくださいね。それではさようなら。